ゃあ開けるよ、はい、開けます、はい、箱で遊べるって書いてあるよ。お邪魔、お邪魔。でっかいな。あ、砂がついてんだ。そう、これね、あの初期、うん、に使える1ヶ月間は使えるようにって2リッターのデオトイレが2つとあとシートがね4枚入ってる。これで1ヶ月間持ちますよって、うん、普通のデオトイレはこれ2リッター1個にあのシート1枚4枚入りが1枚なんだけど、まあ形状としては普通のデオトイレと一緒だよ、まあ、それがただ大きくなってる。完成。でシートはここから1枚横に、ね、じゃ入れます。はい、入れます。シート引きます。でかいけどそのシステムトイレの穴の部分は、あ、そう、普通のあれトイレと一緒ぐらいだと思う。これ1枚分だから、あの普通のデオトイレと、ただ横に入れてるってだけで、ちなみにこのくしゃみ、この間猫砂のレビューで行った時の舞うほこりのくしゃみはこれ。砂がピシって出るんだよね。うん、で砂かきしてもすごい出るのね。あ、そうそう。でなんだっけ。あ、で今回転したでしょ、ここでこう。普通のおトイレの時はね、ちっちゃいからさ、すごいこんなに簡単にはできないよね。ちょっと手に入れてみたいね。2匹でも入れるよ、ほら。手にちゃんと収まってる、ほら。そこでね、うんうんしなきゃいけない。あ、ここでするとこうこぼれるね、やっぱり外に、ね、そりゃそうでしょ、ね、ちゃんと中に入ってくんないと。デオトイレのハーフカバーのダークグレー、それがスタンダードだね。でその隣にある水色のやつが子猫から 5kg までの性病用、それが一番ちっちゃいやつかな。子猫でも上り下りしやすいですよって、うん、でこれが快適ワイド大型猫用かな。あと体の大きい子用。でっかいね。そうだね。一応のメインクーンとかでも大丈夫ですよっては歌われてるけど、だから使う砂の量も4リッター1回で、でシートは1枚だけど、うん、この
快適ワイドはさ、もともと買うつもりはなかったんだよね、大きいから。まあ、シェアにも入ってはいたけど、大きいからって言って。で、なんでマコタビ買ったかっていうと、最近のティミコのハミうんちとハミおしっこがとっても好きに周回されるからね、ちょっと本当に手間でね、掃除するのが。まだうんちはいいんだけどね、おしっこをそのグレー色の縁でされた日なんてね、もう床がおしっこだらけでさ、大変だからと思って、まあとりあえずそのなんていうの、回転ができないんだよね、グレーだとね、体の向きが。で、自分のベストポジションでうんうんちいちしたい時もさ、なかなか決まらなくてね、多分どうしてもお尻が外にはみ出すんでどうしてもでかいからね、大きくるんで。思ってこたびこの快適ワイドを購入したきっかけはそれかな。で、あと砂の飛び散りひどいんだよね、2匹とも勢いよくかくから、うん、いくら鉱物砂で思いっては言っても、うん、だからその点これほら囲いがあるからさ、うん、まあわりかしまあその点でもいいのかなって。あとは猫たちがおしっこに慣れてくれるのが、今回ね、デュートイレワイドを買った購入レビューでした。まあ、使ってみての感想はまたキミコさんたちが使った後にご紹介させていただきたいと思います。でっか、そこそこ重たいかな、うんうん、はい、お疲れ様でした。これこれ、そんなところにキーチしないでよ。これ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 、あ、でもスッキリだ、やっぱり。あ、色がいいね。うんうんうん、圧迫感がない。猫がこの右側、このおしっこのこれ、この穴がある、通る穴があるところで用を足すようにっていう、なんか奥の方に行くようにっていう設計はされてるみたいだけ ど、ね、一応ね、まあ、あとは猫の塩梅だから、そこでうんうんちいちをしたいっていうのは。そうだね、うん、こっちの砂のないプラスチックにポトッと落とすかもしれないですね。だからなんか結構レビュー見ると、やっぱりこの辺でおしっこうんちしちゃう子いるみたいだから、砂を極力こっちの半分にしか引かないっていう人はいた。うん、